大丈夫かあいつ。またね、レイがね、ちょっと問題起こしたみたいでしょ、しゃべさん。僕も気づいたら、あれこいつおらんなぐらいのレイ。あれどこ行ったんだあいつみたいな。いつから来てねえよ。やめたかもしれんな、ほんとに。気づいたらいなかったんで、もうこいついなくなったんだろうな。あおかお前お前がお前携帯いじっとるかチェックしに来たよお前。そういうことですか。そしたらまさに携帯いじってやしたよね。俺もでチェックしたもん。もう何やっとんかって。いや何々さんと連絡してる。俺パッて携帯見たんだわ。ホーム画面になったら絶対なんか見とったよ。 TikTok かなんか見てないでマジで。パッて見たらホームじゃピッて上やったら消えるだろあれ。分かる。シュッてやったらあれあるな。普通なんか連絡取ったらさ、メッセージとか LINE とか開いとるわけじゃん。絶対 TikTok で見てたしってじゃああの下から上やったら何が並んどるか見れるだろう。電卓。俺インスタだろ。最初じゃん。これ最初順だもん。いや最初これ順番。最初は LINE っすよ。ああ、LINE、インスタ、TikTok。しかもほら、これ見て見て見て。女の子がおっぱい触ってるんだから。そういうのばっか見てると、そういうのばっか出てくるんだろ、また。それは TikTok じゃないでしょ。YouTube とかじゃないの。いや、インスタとかも全部そうでしょ。だって俺さ、案外その動物好きなの。うん、動物のしょうもないなんかワニが暴れるところが好きなの、はい、そういうの出てくるもん。これってマジですか。動物なんか出てこんだろ。動物出てこないです一切。いや犬出てくるよ。俺も犬ばっか見とるから犬ばっか出てくる。そう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 出るよな。おっぱいいっぱい出てくるとかそんなところで出てくるからおっぱい触ってくるぞ。大丈夫かあいつ。またねレイがねちょっと問題起こしたみたいでしょ。しゃべさんちょっと1週間休んどった。私たちとジュメイさんはまたやめたかもなあ。噂になってる。僕も気づいたらあれこいつおらんなぐらいのレベル。あれどこ行ったんだあいつみたいな。で聞いたらああそうだったんだみたいな。やめたかと思った。死にました、ね、コロナで。コロナで死にました。コロナ本当コロナなの。あ写真あるっすよ、あの証明書の。あ証明書なんか言っとったよね俺。いや本当ですよとか電話でも言ったよな。はい。でそうよく考えたら俺証明書もらうのお前らが信用ゼロだなと思って言われると思っていつでも見せれるように写真で収めたら。なんか昔なんか言ってたもんな俺も、はい、なんかお前警察行ったんだったら一旦書類ぐらい出せよ、はい、こうやってなあ。そうです。なんか言ってたよな、はい、あの本当にコロナだったわ、はい、あマジか。マジでなってました。ほんで10日ぐらい住んだんか。そうです。マジかお前。ちゃんと写真あるっす。理想はできない。気づいたらいなかったんで、もうこいついなくなったんだろうなと。あ私もあれ、レイ君今日メンバーに入ってたのに急にいないなってなって。あ、なんかで休みかなと思って。次の日もずっと校庭に休みとかの項目にもいないんだよね。あれやめたってなって。そうそう、俺は聞いとったの。本人からコロナになりました、すいませんみたいなの聞いとって、あそうかみたいな気なしだったけど、なんかあんまりにもあっちこっちから。レイ君ってやめたのとか言ってさ、俺しかも YouTube 見てる連れとかからも言われるんだって、はい、レイ君やめたのとか言って。いや、お、あ、いつから来てねえよ。やめたかもしれんな、ほんとに。とか言って、も言っとって。緑ちゃんと喋ってたの。言っとったよな。あれそういや、結構前だな、あいつコロナ。どうなこうなって言った。仕事頑張っとんのね。やってますかね。あ、ほんと。でも顔つきが良くなったな。やっぱお前、棚橋おらんくてよかったわ。そうっす。ちょっとちびちゃん足がねえもんね、また悪さできるだろう、はい、遊びに行こうと思っても家におるしかねえんだろ、はい、顔つきは全然ちゃうやん。健康体って感じ。健康体。あ、まあ休んどったのもあるか。そう、ね、逆にもう休んどったらもう仕事したいみたいな感じだろ、はい、もう2日目ぐらいからすることなくて。そうやな、はい、で前の前だったら棚橋どっか遊びに行こうぞ、もう今日仕事休めよとか言ってお腹痛いって言って仕事休めよって感じだろ。ぶっちゃけまあぶっちゃけそうっすね。そうだろ、はい、あ分かる分かる、まあ、やることねえなとか言って、で夜早く棚橋帰ってこんかなとか言って、やってるから16歳ぐらいだよ。俺45でもそんなもんだもんね。そうそうそう、何やったとか言って、チェコやとか言って。そうそうそう、あ本当、はい、戻ってきて復帰して何日やん。2日目だ。昨日何曜日だ。木曜日だ。はい、火水木か。はい、昨日ぐらい聞いたんかな。はい、一人では行けんもんな。そうですね。20歳の間免許がないってもう終わってる。
20代20歳免許ない、まあ確かに一番必要な時だろ。そんなことないじゃん、別に30年と必要だよ、ね、今日俺45だったらいらんみたいだけど、やめてくれよもう。今悪口だよ なんか45はもう別にやることねえだろみたいななんかそんな雰囲気出すな。でも一番いや盛んじゃん、何するのに仕事にもちゃんとなんかしないけど、お前全然盛んじゃん、 TikTok やってるだけ免許いらんやん。TikTok でおっぱい行ってるだけ。はぁ、ここまで来るの。あ、確かに、ね、じゃあ俺だってさ仕事しとるで最悪だな。でもそうです、でもまあ続いてもいいんじゃない、あの料理するのだろ。はい、で彼女も来てくれとんだ。そうですね、ちょこちょこ。はい、どこ森山かな。森山かな。すげえないな。そうですね、まだ免許持ってるから変な感じ。彼女はだけど1時間ぐらいかかるでしょ、森山って。40分ぐらいです。あんま遠いな。はい、こっち引っ越し前。その話もちょっとしてる。仕事なんやっと歯科助手です。あんたどこで待たれてる。免許持っとる。はい、どこで待たれてるでしょ。はい、あそこの港の港へなんとか強制しかやってるよ、俺側で。はぜんしろ、そのお前の彼女。痛い、ちょっと優しくやってとか言って言うの恥ずかしいわ。お願いします、もうちょっと優しくやってお願いしますとか言って。助手なんで関係ないですよ。いやいや、結構やるよ。助手っすよ。先生にやられてると今よく痛い痛いとか言って。いや、結構やるよね、助手でも。クリーニングの削ったりとかもするし、なんかフィーッとやるやつ。それ以外にもなんかガムの味がするやつとかなんかやるじゃん。強制なんか特に結構やるもん。あのこのパーツつけるとかさ、パーツが取れたりするもんね。嫌じゃない？だって彼女にやられて嫌じゃない？でも彼女の顔そんな分からんかったとしては向こう分かっちゃうから。いや俺分かるよ。一回会ってるもんな。そうです。まあもうあや分かるでしょ。分からんかな。すごい優秀な子だな。そうですね。頭いいんだな。しかし女子なんて誰でもなくなりますよ。まあ。いや違う違う、免許持ってる歯科助手と、あれ違う。そうそう、免許持ってる。そうそう、結構大変だよな、あれ。専門学校なんか行かなかった。トラックも取れるって、僕のネタ取ったの。うん、全然違うんだけど、薬剤師かなんかちゃうか、お前。いや、違うっすよ。調合師かよ。いや、薬剤師も難しいか。難しいだろ。いや、そんなめっちゃ難しいみたいな感じじゃないですよ。そう、なんか学校がなんか卒業してなかったじゃん。いや、そんなことない。覚えなきゃいけないじゃん、いろいろ単語とか。なんでもそうや。資格取れて何でも覚えやん。そんな前、筆記みたいにこうピッピッピッってやるだけじゃねえぞ。分かった分かった、喧嘩すんな。まあ撮影中や。喧嘩すんな、お前。喧嘩すんな。なあれ、今日はお前が主役なのにな、もうちょっと喋れるようになれよ。はい、何歳だ。20歳です。でも結構コメント欄、昨日もライブしとったの、はい、結構コメント欄来とったよな。レイ君、まだいるんですかとか。結構気になっとんだな、みんな。そう。戻ってきて、どれぐらい1ヶ月ちょっとぐらい。1ヶ月ぐらいか。はい、またやめたいってなってね。その10日ぐらいはいないでしょ。はい、なんで？コロナで。ああ、それはしょうがない。それはしょうがない。もうワクチン打ってない。1回も打ってないです。あ、マジ？お前は。僕1回。俺2回打っとるね。一応。1回も打ってないで、ゲームになっちゃう。ずっと寝込んだ。病院行ったの？病院、そうそう、月曜日って熱出た日に。あ、ほんで一応診断されて、もう自宅待機。そうです。で、彼女、その間会ってない。いや。どちらかって多分彼女から金もらったんですよ。あ、彼女もらっとったんだ。そうしたら会えるの、あれ。相手もコロナだったらダメですよ、ね、コロナ同士だったら会ってみんちゃう。コロナ同士だったら一緒に隔離されてしてもいいんじゃないですか。ああ、そうか。社長に許可取って一時期あの止めとった時です。ああ、そうか、そうか、止めるって言ったの。あ、そうか、そうか、なんか止めていいですかとか言ったもんな。偉いよな、こいつ。そうそう、なんか電話しぎて彼女止めていいですか。そんなこと言わんでもね、どうだろう。そんなこと電話してくるのバカ。何の用かと思ったらお前そんなことか。そんなこと別にお前やっとるだろ最初からとか言ってプチって。はい、まあレイも無事、まあ1ヶ月なんでまだわからんけどな。前なんどんな状態だったの。棚橋を2人で3ヶ月ちょっとぐらい。短っ。そんぐらいです。そんな短いんか。もうそうだよな。もう結構俺半年ぐらいおったんかな。だってバーベキューとかもなんか参加したりしとったら分かるじゃないな。でも仕事もあんまやるよな。いや動くだろ。なあ。その棚橋よりも。前よりも動くだろ。リュウジよりは動く自信あるだろ。あ、そう。は？正直。これ後からやべえ。手足だけは動いても脳が動いてない。ずっとこれ。TikTok 見てるだけだよなお前な。さっきも俺ら来たらスタッフ携帯じっとったぞ。お前なんで会社の携帯もあるだろ。買います。だってスマホなんか触る人に情報全部 LINE に来る。
だったら会社の携帯いらないよ。これは電話ですよ。いらないよ、これじゃん。イヤホンしてやれいいやん。これポッキー入れて携帯、イヤホンでやれいいやん。ハイテクのことじゃないです。ハイテクじゃねえよ、LINE の方がハイテクだろ、イヤホンの方がローテクだろ、お前。まあまあ、もうちょっと待たな。まあ半年、1年ぐらいは。1年行って初めての仲間だよな。まあそうだと思うよ。これでもなんかいい人募集しとったやん。はい。だけど今、新築 やらずにもう行こうぜって、あんまボンボン入れてもしょうがないもんな。なんかで、実施してもまた来るんだろう。特定技能かなんか。そうそう、違う会社で5年間働いたやつが。あ、そうそうそう。それもまた皆さん、ぜひ声かけてください。今ね、うち結構情報が集まってきてて、実習生で5年とかやっても、特定技能で使わない会社さんって多いと思うんですけど、これ見とったら、まあそういうの紹介してくれたら、うちまた違うところにさ、その実習生たちもさ、実習生で来て、やっぱ日本残りたいじゃん。特定技能。まあ一回帰ってまた戻ってきたいわけじゃん。特定技能。だけど、そういう会社がないっていうことがやっぱ多いみたいで、また俺もこの間たまたまそういう副理事の方に連絡があったみたいで、そこの紹介で、まあほんで、うちがちょっと人手足りんもんで、うちで使おうかと。ああ。5年間よそでやったやつがね。で、うちで、でまた5年折れるわけじゃん。で、よそでやったけど、まあそこの会社はもう使わないと。とりあえず2人だったらうちでやってもいいよっていうことで、うちに2人来るんだろう。まあそういう情報があれば、うちももうちょっと5年以降使わないけど、この子は特定技能でやってみたいなとか、あとは特定技能使ってみたいなとか、そういう声があったらまた声かけてください。まあ組合の直接連絡入れてもいいけど、この連絡来たら、まあ、つなぐんで、また連絡くれたら助かります。一言一言また見てね。面白くなったなお前。ちょっと面白くなった。リュージュより使えるわ。はい、皆さん、じゃあまたレイの成長を楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。